皆さんこんにちは。ファクトリーギア TV 工具好き、はい、今日のテーマはこちら、ドン、地味揺れロングセラー工具パート3。はい、こちらも、人気と地味揺れロングセラー工具ということで、ね、はい、このテーマでお届けすることを3回目ということでございます。まず最初はこちらの商品、ドン、ディーン J クリップリムーバーということで、このちょっとちまちまっとしたね商品なんですけれども、今月発売になったばかりで、矛盾してるよ、いいな、ちょっと待って地味売れロングセラーって書いて、なんで今月発売になったばっかりでって、確かに、ね、ちょっとおかしくない、確かにおかまあいいや、今月発売になったばっかりで大したプロモーションも多くな、なんだよそれでチラシに値段も入れ忘れてしまったないじゃん、もう値段ないじゃん、え、ね、にもかかわらず右から左に売れている新商品、ロングセラーじゃないってつまり爆発しちゃってる商品ってことでしょ。そうですね、テーマが違うと思うけど、まあ紹介しましょう、はい、ということでこれね、はい、本当に値段入ってないね、よくそれで注文するね、値段そうですね、すごいな。でもまあちょっとね、色が変わってるよね。俺最初見た時やっぱり色可愛いなと思った。こう普通大体白とかさ、はい、あの緑とか青とかさ、赤とかそういうんだけど、黄色ね。でこれね、なんと暗いところでも目立つ蓄光仕様光るよ、光る、光る、光るけどそこまで光る、そんなに正直光る正直で言うとね、僕いろいろやったんですけど、日本の蓄光って世界の中でもね、指折りに光るんですよ。だから蓄光の商品に対しての日本人の皆さんの持ってるイメージっていうのは、もう暗闇にいた時にパーカーンって明るくないと蓄光って言わないんですけど、世界的に見てね、ここまで蓄光が光る商品を作れる国って案外少ないんですね。だから蓄光塗料がおそらく日本の技術って世界指折りで、なのでこれ日本以外でこれも作ってるんですけど、これね、蓄光って海外で言ってるんですけども、我々はあのちょっと謙虚なんで蓄光しようとっていうふうに言ってます。でも間違いなくね、光るのは光るの。だから暗いとこ行った時に見つかりやすいのは間違いないので、これ大体車の内装とかさ、あのそういうのやる時に必ずこう大体助手席とかその手元に置いといて忘れちゃうんですよね。ああそうやったってなって、どこ行っちゃったつって最後こうね喧嘩になるというね、お前だとかね誰だって言って本当は自分が置き忘れてるってね、よくありがちなことが割と軽減されるというのとですね、あとちょっとこだわった部分っていうのは、こちらに DJ のロゴがあるんだけど、これ思いっきりちょっと深めに掘りました、ね、深めに掘ることによって、これも案外こうギュッて力が入った時にチュルンってこう滑りがちなんですけども、これがちょっとね、あの滑らない機能になってるということで、これはまあヨーロッパ工具から学ばせていただきましたということで、ちょっと深めに入れてみましたということで、1個目は DJ のクリップリムーバーね、これちゃんと値段入れようね、これからね、はい、2個目がこちら、ドン、スタンレーハイスピードラチェットドライバー。はい、こちらですね、春の衝撃的なデビューから早半年、ロングセラーじゃないんだよこれもう、ね、早半年ってさ、春だよ、春デビューしてなんでロングセラーって言う、まあいいや、まあね、ということで早半年、これ最初出た時すごいもうびっくりするようなことがありまして、何がすごいかっていうとですね、普通に回した時の4倍速で回るとということで、どのぐらい速いのかっていうんで、飯田君がね、ちょっとデモ機をしましたって、デモ機これだよね。ね、これで、普通にドライバー回すと、こうね、大体こうじゃん、大体みんな速く回してもこんなもんですよ。ね、皆さんご承知の通り。ところが、ここを持つだけで、4倍回ってんの、これ。4倍、4倍です。確かにこれだとこうだもんね、1だけど、はい、ここを持つとうんうんうんていうことだよね、はい、これすごいねっていうので大人気になっておりました。だからこれね、あのはっきり言ってね、いきなり力かける時ってのは別にここで早回する必要ない、普通にこれでここ持ってこうやってグッて力かけてこうねやればいいわけですよ。キャーンってやってクイッてなった瞬間にブイン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 ってやると、要はもうあの充電ドライバー並みに早く外れるよってことね。で逆に締める時なんかも、ある言ってるところでブイン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 って回しとって、最後はギュッてこうね締めればいいということで、これね、あのアメリカでは結構よく出てるんですけど、日本ではほとんど流通してませんので、ファクトリーギアでぜひちょっとお買い求めいただければということでございました。
ということで今日はですね、地味売れロングセラー工具パート3、大してロングじゃないけど売れてるよということで2つご紹介させていただきました。それでは皆さん、さようなら。